井上慶一井上慶一は株式会社フィブリンク代表取締役。実業家、作家、コミュニケーションデザイナー、恋愛講師、婚活コンサルタント、恋愛評論家、元関西の一ホスト。兵庫県甘崎市出身。立命館大学文学部哲学科中隊。恋愛講師。1万人以上の女性を口説き落とした伝説のホスト。 1975年兵庫県天ヶ崎市生まれ。1994年に立命館大学文学部哲学科入学後、母親が破産。バラバラになる家族をつなぎ止めようと、大学を中退し、ホスト業界に入る。入店後は3ヶ月でナンバーワンになり、5年連続ナンバーワン。関西最高記録となる1日1600万円の売り上げを達成。 翌1995年8月には、当時の大阪では最年少店長として独立し、ホストクラブ、レディーズパブや観飛行をオープン、グループ累計165億6000万円の売り上げを達成した。移転、リニューアルを経て2013年、プリンスクラブシオンとして営業中。2007年頃からビジネス講師として講演会活動を行う。2009年に、 プリンスクラブシオンの代表を退き、2012年には、ホスト業界からの引退を表明。2013年以降は、講師活動や音声セミナー CD の配信のほか、スーツや、服飾関係の販売を事業としている。2020年現在、実業家として活躍する傍ら、シークレット婚活塾、交換力トレーナー養成講座などを主催し、 一般社団法人恋愛結婚アカデミー協会理事長を務める。また、結婚相談所のコンサルタント育成など、プロを育てる活動もしている。恋愛講師として1ヶ月に1回以上のペースで、100から500人規模の講演会を開催。ホストクラブ経営者時代は、業界の革命児として、名を馳せ、フジテレビの番組、ザ・ノンフィクションのホストの前に人間やろシリーズは、 大反響を呼んだ。発冊の恋愛指南の著書を出している。日本テレビ TBS テレビフジテレビテレビ朝日テレビ東京読売テレビ毎日放送関西テレビテレビ大阪北海道文化放送アベマ TV